こんにちは。もうスカート見える。こんにちは。今日は15日、金曜日なんですけど、YouTube ライブの日でございます。部活がですね、ちょっと長くなってしまって、今日もね、バスで帰るんですけど、この時間だとバスで帰った方が早いんで、ちょっとアップにしようかな。バスで帰るんだけど、時間がやばいと。一個前のに乗れば、結構ゆっくり歩いて帰れたんだけど、それ乗れなかったから、間に合うかがわからない。で、ちょっと本当はママに迎えに来てもらおうかなって思ったんだけど、ママもママでご飯作ってるの。私多分 YouTube ライブ終わってからご飯食べるんだろうけど、結構時間やばくて。あ、ライトついちゃった。まあいいや。そう、それで、何の話だったっけ、まあ、とりあえず、やばいよっていう話なんで、降りたら、もうマジで急いで行こうと思います。帰って。まあ、ちょっと時間なかったら走って帰ろうと思います。いつもね、乗ってないところで、ちょっと明るいところで来たんでね、今日はちょっと、いつものバス停のところからちょっと歩いて明るいところ来ました。ということで、待ちたいと思います。グありがとうございます。着いた。はい、ということで今着きました。まあ、時間的にまだギリいけるんじゃないかなってことなので、まあ、ちょっと普通のいつもの歩くスピードで歩いていきたいと思います。じゃあ帰りますよ。バイバーイ。帰るぜ。もうちょっとで着きます。だけどあと30分ぐらいでねライブが始まっちゃうっていうちょっと大事件が起きております。ということでちょっと走るぞ。だってすごいブレブレかも。それはマジで無理してほしい。本当にやばい。やばい。ライブも嫌なのやばいから、できればねちょっと夜ご飯でもつまみたいわけよ。ちょっとつまみたいので、メイクを諦めて髪の毛まっすぐにして、これ髪整えてってやるから、ちょっと急ぎます。おかえり。おかえり。おはようございます。お疲れ様。おかえり。やばい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 、走ったからやばい。これはやばい。すごい今やばかった。やばいでしょ。なんか、うん、湿気ですごいことになって。走ったの？走ったよ。もう間に合わないもんね、うん、超ギリだよね。今はちなみに何分だ、8時40分ぐらいだよね。たやばい。あと20分ぐらいでいけるっしょ。大丈夫、うん、ご飯をちょっとつまみたい、うん、お腹空いちゃったよね、うん、オッケー、大丈夫。受ける。おかえり。お疲れ様。くそ忙しいやん。走ってきたんだって。あ、走ってきたの？走ってるの？昨日あれだよ、動画でママ走っちゃダメって言ってたよ。危ないから、うん、いただきます。はい、ちょっとね、時間ないからな。お腹空いちゃった顔に。あー、手机から飛び出てるの怖い。おかずだけ。とりあえずな、チキンのトマトソースがけ欲しい。ちょっとだけでも食べないとお腹空いちゃうね。売れっ子の芸能人ぐらい忙しいじゃん。往年の光源氏ぐらい忙しいよ。今ジャニーズだと思う。そうだった。もうねこれライブのね今準備をねパパがねこれ。見ちゃダメだよ。ダメだよ。いっぱい乗っちゃうとこダメだよお前。あれ ID みたいにいっぱいあんだから。最高ママ。そうだね。今最高ママさん、最高ママって言ったの。最高。最高ね、うん。最高じゃないのね。最高でもある。最高でもあるよね。本当に疲れた。普段あれでしょ、文化祭前だからこうやって部活がいっぱいあるんでしょ。それが終わればそんなないでしょ。
まああるよ、普通に部活。でも月水金ってあるから。あ、月水金ってあるんだ。そう、もともとね。だってもそんなやってなかったじゃん、お前。やってるよ。うん。嘘、うん、やってたやつ。頭悪いってか、この野郎。お、うん、あ、もう二度と迎えに行かねえからな、お前な。やってたけど、特に今は遅いよね。あ、遅いのか、終わんのが。そう、あと、昨日は本当は違うのに部活だったし。そうかそうかそうか、うん、いやほらしょっちゅう遊びほうけてたからさ、お前さ部活年間と思ってたんで、週に1回ぐらいしか。いや週3、夏休みだったからじゃない。ねえ、帰り遅くなってねえってじゃあゆっくり食べて、もうちょっとまだ時間あるから、うん、ね。5分前、なんとかギリギリね、お肉だけ食べたのね。気に入ってるぜ。落ちないから。フルーツなんとかツヤ。最初からパパいる？いないよ。なんでよ。いつもそう。そっち映せないんだから今。くさ。いつが最低。なんだ、なんで結婚したの？最高だろ。最高じゃないよ。ライブ頑張ります。えいえい、うううう。やっぱしんちゃんの声だね。うい。クジンありがとうございます。なんかありがとうございます。暗くない？暗い？なんかいつもより暗い気がする。もうちょっと明るくしようか。じゃあ、うん、はいよ、うん、ファビラさんになった？なった。はい、おいちゃんこんばんはって。のりこさんこんばんはって。ルフさん来たって。こんばんは。すごい、みんなありがとうございます。終わった。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。常時140人ぐらいだったね。すごいね。嬉しみの極み。イエイイエイイエイ。こんな来てくれたら本当本当嬉しいよね。チャンネル登録16,000人ぐらいの人もあれじゃないよね。本当本当本当ありがたいわ。ありがとうございます。また来月のライブで会いましょう。そうだね。最初はブンブンじゃんけんポンボーイ。斬新じゃねえこれ。誰もやってないよ。私考えたもんだ。採用した方がいいんじゃない？私考えたもんだってこれ。これエンディングに持っていくのどう？いいかも。え、この最後に、もう最後にやると。うん、そう、最後に、もうこれはね、みんなびっくりすると思うよ。これはね、やばい。私が考えたんで。やば。干されればいいんだお前なんか。チーン。ということで、私の金曜日のライブがある日の放課後ですか。放課後でございました。ちょっと今日は忙しかったな。ねえ、本当。正味疲れた。うん。かつ疲れた。ライブ配信やって元気になったじゃん。うん。逆に。本当だ、ね。ただ終わった瞬間に眠さがすごい。そう。でご飯を食べなくちゃいけないね。でもなんかもうお腹が大丈夫じゃないですか。空いてない。あ、そう。お腹出てるって。何見せてんの？寝ないよ。撮ってるよ。ということで、まあ明日休みだけど、まあバイトあるんで、まあいつもよりかちょっと遅めなんですけど、早く寝ようと思います。はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ。じゃあ、はい。じゃあバイバイできますか。はい。あ、ブンブンやった方がいい？ブンブン、今日やめとこ。今日明日からやるか。今日はやめとこ。明日からやります。あえてのね。あえての。それじゃあまたね、バイバーイ。って、お。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。